この試合を通じて感じたことは、日本対インドネシアの翌日、韓国対マレーシアの試合が行われました。この試合は予想外の展開となります。マレーシアが韓国相手に大奮闘し、まさかの引き分けという形で終わりました。その結果、日韓戦は決勝戦まで行われないこととなりました。今回は韓国対マレーシアの試合展開、そして海外の反応やクリンスマン監督の発言を見ていきたいと思います。決勝トーナメント進出する国も大半が決まっておりますので、そちらもご紹介します。アジアカップの最新情報を余すことなくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。韓国対マレーシア、皆の反応は？韓国はこの試合の結果によって日韓戦が実現するかどうかが決まっていました。この試合もソン・フンミン選手、イ・ガンイン選手、キム・ミンジェ選手といったベストメンバーで挑んでいました。韓国は3戦連続でほぼメンバーは変わっていません。日本は3試合目8人のメンバーを入れ替えていました。選手層の違いは顕著に見られると思います。マレーシアとの試合は前半20分に動き出します。韓国がコーナーキックからヘディングでシュート、これはゴールキーパーのスーパーセーブで防がれていたかと思われましたが、ゴールが決まっていました。その後も韓国は怒涛の攻撃を仕掛けます。この試合、イ・ガンイン選手は右サイドだけではなく様々な場所でプレーをしていて、インドネシア戦の久保選手と似たような形となっていました。イ・ガンイン選手は周りを生かしてほとんどボールロストをせずにプレーをしていました。前半は韓国が1点を先制したまま終わります。そして後半、試合は思わぬ展開に動き出します。53分、韓国のミスからボールを奪われてしまい、マレーシアが同点弾を決めます。そして57分、マレーシアのクロスから韓国がまさかのファールを取られ、PK となってしまいます。これをマレーシア選手が落ち着いて決め、マレーシアが逆転をします。バーレーンとヨルダンの試合も同じタイミングで行われており、バーレーンがまさかの先制をしていました。これに対して日本サッカーのファンは、バーレーン勝ってるし韓国同点だし負けすぎだろ、マレーシアの試合展開おもろい、今大会最大のジャイアントキリングを目指し頑張れマレーシア、なんだこれ日本代表の試合よりドキドキすると、グループ E の試合展開に非常に興味を持っていました。マレーシア優勢かと思われていましたが、試合はこの後またも動き出します。後半80分、イ・ガンイン選手が倒されてフリーキックのチャンスを手に入れました。そしてイ・ガンイン選手がゴール右上にシュート、ゴールキーパーが触るも見事ゴールネットを揺らすこととなりました。これで韓国は同点に追いつきます。その後は韓国が何度もチャンスを作ります。後半アディショナル、ファン・ヒチャン選手がエリア内で倒され PK となりました。これをソン・フンミン選手が落ち着いて決めて韓国が逆転します。そして試合は衝撃の展開を迎えます。この試合後半はアディショナルタイムが12分でした。アディショナルタイムの時間も過ぎ、試合が終了すると思われた瞬間、マレーシアが得点をしました。これで試合は終了。この試合、韓国は3対3の引き分けとなりました。そして同時刻に行われたヨルダンとバーレーンの試合は、バーレーンが1点を最後まで守りきり、バーレーンが勝利しました。この結果、バーレーンが1位、韓国が2位という結果になりました。決勝トーナメント1回戦の日韓戦はなくなりました。そして日本はバーレーンとの試合が決定しました。韓国はサウジアラビアかタイとの対戦になります。この試合に関して海外では衝撃が走っています。イ・ガンインが何度も何度もクリンスマンを救っているのが信じられない、マレーシアは国民の祝日にしてくれ、お願いします。クリンスマンは自分のチームが負けてるのに微笑んでいる、決勝トーナメントの再抽選が必要だ、韓国とヨルダンが明らかに勝ちに行ってなかった、3点目が入った時のマレーシア監督のガッツポーズ、スポーツって素晴らしいなと感動する試合、韓国逆転して日韓戦かって思ったら、まさかの日韓戦じゃなくなってる、日韓戦は決勝の方が盛り上がるよね、日韓戦は決勝でやってなんぼと様々な反応がありました。韓国内は大騒ぎ、この試合に関して韓国メディアでは非難の嵐となっています。韓国メディア朝鮮日報では、クリンスマン号、マレーシアと地獄の引き分け、 E 組2位で16強行き、クリンスマン監督は守備陣の乱調にも戦術変化など解決法が見つからないまま、選手たちの個人技量に任せる、ランダムサッカーで一貫したと評価をしていました。またインタ、
フットボールではクリンスマン監督が日本と対戦したいと言っていた発言に対して、クリンスマンは今大会のメンバー発表会見で日本と対戦したいと何度も口にした。日本は我々のライバルだ。とても特別な試合になると思う。特別で楽しみだ。決勝での対戦を希望する。日本の試合は常に見ている。ここ数年成長が顕著なライバルなので期待していると言い、強い意志を示していたのだ。しかしこの自信がどこから来るのか疑問だ。韓国が64年ぶりのアジアカップ優勝を叫ぶほど強い戦力を保有していても、チームとしての組織力がこの程度というのは監督の問題だとしか思えない。クリンスマンはラウンド16の相手を分析する前に韓国の選手たちの長所をどう生かすかをもっと考えなければならない。現在のパフォーマンスではどこにも勝てなくてもおかしくない。サウジアラビアやタイ相手に恥をかかないために劇的な改善が急務だ。また他のメディアでは、両国のサッカー格差は非常に大きいにもかかわらず韓国は負けるところだった。終盤イガンインとソン・フンミンの奮戦にも結局引き分けた。マレーシアに引き分ける恥ずかしいサッカーだった。ヨルダンとマレーシアを相手に接戦を繰り広げる代表チームが果たして本当に歴代最強と呼ばれる資格があるだろうか。16強以後どのような成績を出すかわからない代表チームだが、一次リーグでの姿は国民を失望させるに十分だと、様々なメディアでこの試合についての評価は悪くなっていました。クリンスマン監督の発言。クリンスマン監督が試合後話をしていました。ポゼッション率は 85% 対 15% と圧倒していたし、チャンスも多かった。だがどんなにリードしていても次のゴールを決めなければ問題が生じる。今日の試合から多くのことを学んだ。相手の反撃を止められずに失点を重ねた点については選手たちと真剣に話し合う必要があると思う。マレーシアはいい守備をしてとてもハードに力を尽くした。彼らはかなりの気持ちを持ってプレーした。彼らを称えなければならないが、勝つべき試合だったとコメント。そして日本との勝負を回避したのではないかと聞かれた際には、そのようなプランは全くないし日本を避けるつもりなどなかった。今日の試合の前に選手たちとミーティングを行い、1位通過を目指して良いパフォーマンスで勝とうと話した。実際に選手たちは非常に良いパフォーマンスを見せ、たくさんのチャンスを作りフィールドでベストを尽くしたと思う。あくまで目標は勝利でありグループ1位での通過だったよ。どこであろうと気にしないし、一つも簡単な相手はいない。それでも我々は良い準備をして準々決勝に進むだろう。決勝トーナメント後の意気込みも語っていました。決勝トーナメントの組み合わせは25日時点で決勝トーナメント進出チームはほとんど決まってきました。日本とは逆のトーナメントではタジキスタン、UAE、イラク、オーストラリア、韓国となっています。対して日本がいる方のトーナメントはイラン、シリア、日本、バーレーン、ウズベキスタンとなっています。日本は1回戦でバーレーンとの勝負になりますが、もし勝利をした場合イランとの勝負になる可能性が高いと思われます。イランとの試合はこれまでに17試合行われており、6勝5分け6敗と勝ち越すことができていません。そしてその後は開催国カタールとの対戦が想定されています。カタールはこの大会無失点でグループステージ首位で通過しています。カタールとはこれまでに9試合行われていて2勝4分け3敗となっています。日本は中東との試合では毎回苦戦をしています。日本は決勝戦に行くまでにも非常に険しい道のりとなっています。決勝戦では日韓戦も期待されますが、グループステージで負けてしまったイラクとの試合も楽しみにしていきたいところです。動画作成者の感想は、この試合で決勝トーナメントの日本の対戦相手が決まってきました。日本はグループステージは苦戦を強いるも、なんとか突破することができました。韓国もグループステージでは解消することができない形となっていました。アジアカップは私たちが想像する展開にはなりませんでした。日本は欧州の国と対戦をするときは力を発揮することができています。しかしアジアなど守られる相手に対しては自分たちのミスなどから失点をしてしまうシーンがあります。
そして韓国もマレーシアとの試合に関してもですが、しっかりと崩してからゴールを決めることはあまりできていません。フリーキックや PK からの得点が多くなっています。また守備に関しても韓国はミスや相手に対してのプレスが甘かったことで決められてしまっています。フリーキックやセットプレーからの失点が多い日本、フリーキックなどを得意とする韓国、両者が激突した時には一体どういった展開になるのでしょうか。皆さんの決勝トーナメント以降に関する意見などもぜひ教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみにお待ちください。